皆さんこんにちは、アムトランスの草薙です。今回は私どもとしてはちょっと異色なものですけど、サメの油スクアランをご紹介したいと思います。これは非常に純度の高い 99% 以上の純度を持ったサメの油です。でさらにこれに加工を加えまして劣化しないようになっております。ですから長期間にわたって非常に安定したオイルです。安心して使えるようになってます。でこれを私どもはオーディオ用に使えないかと、そう考えましていくつかの実験をいたしました。その結果いい結果が得られましたので、ここでご紹介いたしたいと思います。それではこの後私どもがやった実験とその成果をご紹介いたしたいと思います。どうぞご覧ください。いかがでしたでしょうか。このスクアランの良さを理解していただけましたでしょうか。実は私このスクアランを知ったのは30数年前、ある人から教えてもらいました。当時私は新規化の輸入を始めて間もない頃ですけど、海外からウェスタンエレクトリックの 310B という真空管を二十数本手に入れました。でそれを早速秋葉原で当時有名だったオーディオ専科という真空管アンプのメーカーさん、まあ販売ももちろんしてますけど、そこへ森川忠雄さんという社長を訪ねていきました。そこでウェスタンの 310B を紹介して買っていただけませんかというふうにお願いいたしました。すると森川さんはいいよ、じゃあ買いましょう、即言っていただきました。でその時森川さんはある
ボトルから紙に染み込ませたものを 310B の足に塗りました。でおもむろに私にこう言いました。この油を真空管のピンに塗って刺して音を聞くと音が良くなるんだよというふうにおっしゃいました。でその理由は当時森川さんも理由はよくわからないけどともかく音が良くなるから試してごらんというふうにおっしゃってました。それが私がスクワランというものを知った一番最初です。それから30数年経って今回非常に純度の高い長期安定のスクワランを入手できたのでこれをオーディオ用にと思い販売に至った経緯です。どうぞこのスクワランのいいところをぜひお分かりいただければと思いますし実際に使用していただければ幸いです。本日はご視聴ありがとうございました。よろしくお願いいたします。